はいはい、寝てる場合じゃないです。1ドル140円時代、あなたはどうする何もしないと何も起きないですよね。ビジネスチャンスを丸ごと逃すかも、キヤーさらに、人間が AI に変わる時代です。やばい仕事取られるってことで、急遽先週からビジネスマインドを上げる新番組が、まさかのこの時間にスタートしました。番組の看板おかみ、おたりです。 今回もグローバルなビジネストークがお前たちの耳元に噛みつくぞかぶりオーターのビズティフルナイト2回目オーターのビズティフルナイトこの番組はゲームで世界中のお客様を笑顔にしエンターテイメントを追求し続けるホノス そしてインプルーブの提供でお送りします改めていらっしゃい大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、奈良その他ラジコの方々おたわりですコロナの時代が終わり日本が新しい火事を切るこの変化の時にみんなのビジネスマインドを ビシビシと刺激する番組が、この、大谷のビズティフルナイト。さあ行きましょう世界を旅しながら、飲む、喋る、稼ぐが大好きな、遅咲きアラフォー DJ! 大谷が、日々出会う面白い人や、新たなビジネスチャンスを掴んだ人たちをゲストに迎えて、目の覚めるような儲け話を中心に、トークして、飲んで、トークしていく。 美しきビジネスバラエティー。それがビズティフル。ほんとか先週も言いましたが、私もこの番組も MBS ラジオのニューカマンなので、ちょっとでも気に入ってくれたら、ツイッターで、ハッシュタグ M ラジと、ハッシュタグあり MBS、あり, m ありはカタカナですね。で、 なんか、オータリって人の番組、おもろいかもとか、みんなであの、ツイートしてください私の TikTok フォロワーの方々も、聞いてくれてたら率先して、よろしくお願いしますでは、早速、オータリのビズティフルナイト。今回のゲストは、先週に引き続き、この方です 1973年、大阪府、阪南市出身、お笑い芸人、司会者、実業家といった顔を持ち、日本中に笑いと美味しさを届けてきた。が、なんと、今年の5月に、長年の夢を実現させるため、アメリカに移住現在、ロサンゼルスを拠点に活動しています。田村健治さんこと、タムケンさんです。よろしくお願いします。ハローハロー <laughs> またまたよろしくお願いします。お願いいたします。先週に引続き田原健二でございます。ーまーすじゃあまたね、ここで改めてですけれども、乾杯の、うん、お疲れチアーズをしましょうか。はい、お疲れさんでーす。お疲れでーす。<う>あ、それなんですかこれはね、この近くで作られてるね、アダムがおすすめの、あ、アダムって先週聞いてなかったら分からへんね。僕 <laughs> の友達のアメリカ人の、 おすすめのビールです<ー>805、うん、初めて見た美味しいねもうこっちさスーパー行ったらもうビールの量が半端ないの種類がへえ何があるからあそうな,なんか地元っぽいやつとかもあるんですか,、うん、だかこれなんかももろ地元よすげえ、うん、おいしそうこれめっちゃうまい えまずね、その、アメリカ、今住んでるとことかのこといろいろ聞いていきたいんですけど、うん、生活について。うん、ビザって、アメリカビザ取るのすごく大変じゃないですか。うん。よ、よく取れましたね。あの、ワンビザっていうのがあって。ワン？うん。正式ではないのかな。エンタメビザとか、はあははあ、えっと、アーティストビザとかって言われてると、うん、だからまあ、 えっと、こっちでエンタメの仕事をする人用のビザがあるのあ,あなんか渡辺直美さんとかもそういうビザで行ってるんですかそうそう直美もそうやし綾部もそうやと思うしだからまあ日本でこうテレビ出てたりとか映画出てたりとか、うん、そういうことをやってる人用の何かあるのよそれ日本で取っていくんですよねもちろんねもちろんもちろんもちろん、うん で、取るのどんぐらいかかったんですかう,ん、うん、でも申請してからは、まあ、弁護士の先生、こっちの弁護士の先生に任したんで、あ,<ー>あの、早かったよ。あ、そうなんだ。うん。完璧にしたから。素晴らしい。うんだ、あれで落ちたら、誰がいけんねんと思うぐらいに行ったんだ <laughs> <laughs> そうなの。それも気になる <laughs> そにあ、水、推薦人がいるのよ。はあ。誰に推薦してもらうんですか、うん その、できるだけビッグネームよね。渡辺直美さんとか僕はね、あの、ダウンタウンの松本さん。え、すごーい。あと、まあ、上原浩二君、元メジャーリーガーの。え、すごい。いろいろ考えたの。やっぱ上原浩二だと、やっぱこっちではすごいから、うん、上原浩二君が田村いけるで、言うてんねんから、アメリカ断れへんやろ。<laughs> 世界ナンバーワンピッチャーやで、あの人。世界一になってんから。そうなんだ、そうなんだ。すごい。でも、松本としさんもすごいですね。松本さん、それだから日本でいったらもうトップやから。うん。なんか、めちゃめちゃタムケンさんがよりすごい人に見えてきた。<laughs> <laughs> いやいや、もう本当に、それはもうお願いして、松本さんとかもこれよく、あの、引き受けてくれて、上原く、うんもいたけど。あとまた、何人かは。全部で5人かな。え、そんなにいっぱいいるんだ。 最低5人って言われた。あえ、あと、その、車どうしたんですか車の免許取ってましたよね車は、あのー、こっちは、なんで、運転教習所っていうのうん。っていうのはないねん。え、ないのもう全員、全員飛び込みやねん。何それ。むちゃくちゃやろ。<laughs> 全然想像つかないもん。いや、だから、まあ、俺のサポートしてくれてるユリサっていう女の子 日本で一回も車運転したことないのに、二、うん、回で通ってるから。<laughs> そうでしょ。絶対あかんよね。そんな人運転したら危ないじゃん。いや、だから、アメリカって結構大きな事故多いのよ。そうなるよね。え、うん、え、でもそれで免許取れたのでもさ、免許とかってさ、英語でテストするんじゃないんですか、うん、えっとね、筆記試験があってまずうん。は、まあ、 あの、日本語があんねん。だから、うもうこのアメリカって、いろんな国から来てるから、うんうん、これ全部対応してる。だから、いろんな国の言葉があった。へえ。ー。もうなんか、日本語がおかしいねん。だから難しいねん。<laughs> なんか翻訳がおかしなことになってるみたいな。そうそう。だから、右折したのに左折とかね、どっちなみたいな。<laughs> 右折左折どっちなみたいな。い <laughs> いやもう推測してやからなきゃならない。一試験一日に3回しか受けられへんのよ。えって待って、一日に3回も受けられるんですか日本だって1回じゃんそうそう。だから自分でな、コンピューターの前みたいなところに行って、自分でやんねん。へえ。ー。用意スタート皆さんどうぞみたいな感じじゃないね。じゃなくて、もう一人一人こう。え、なんかあの、一覧のラーメン屋さんみたいな感じでブースになってたあ、そう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 。<laughs> そうそう,そ,うそれそれ。まさにそれ。<laughs> え、でさ、なんか TikTok で見たんだけど、車買ってたじゃん。そうそうそう、もう車すぐ欲しくて。ただ、俺すげえ欲しい車があるのね。うん、実はそれが24年モデルやね、うん。はないまだ出てないのよ。うん、はだから、それまでのつなぎやと思って買ったんよ。うん。それがまあまあ気に入ってんねん、今。<laughs> <laughs> あの、トヨタの FJ クルーザーって言うんやけど。うんうんうん めっちゃかっこよかったです。かっこいい。ほんでね、2010年やから、13年前やね、うん。方で言うと、めっちゃ綺麗やし、エンジンもやっぱりトヨタ、うん、日本車やめっちゃ欲しいし。けど俺はピックアップトラック乗りたいね。何ですか、それ。あの、軽トラの長いやつみたいな。じゃトラックじゃないですか、それ。トラック、トラック、トラック。だからもうこっちは、そのピックアップトラックってめちゃくちゃ走ってんのね。 そんな荷物乗せることあるんですか <laughs> ま,まあ、俺はあんまりないねんけど、まあ、作業用に使ってはるのが要はあるんだけど、それ乗りたいねいくらぐらいするんですかえっと、今の旧型の方、旧型っていうかまだ出てないからあれやけど、で、一番いいのに5万ドルぐらい。だから今で言うと700万ぐらい。あ、700万ぐらいうん。買えるか。 うん、まあな。<laughs> いや、俺、もうね、こっち来てさ、うん、何にもほら、服買うとかもないし、まあ、飯もそうやって、行かへんし、うん、毎日、おようん、外食せえへんや。ほんなら、もう車だけは贅沢しょって、なんでかって言ったら、車でいろんなとこ行きたいから。うん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 、うん、今度も、マウントシャスタって言って、このロスから、10時間ぐらい、車で。へー、運転するんですか いや、アリンコ、マジで、<laughs> このアメリカのドライブは、もう飽きひんから、もう景色がどん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 変わっていくから。えー、え、だってさ、10時間運転したらさ、あの、うん、大阪からだったらさ、どこまで着くだって、東京、名古屋で。大阪と東京往復できんちゃう<笑><笑>それ片道、うん、片道。ま、でも。 多分飽きひんと思う。セドナって有名やんか。また違った場所らしくて。うん、清流で山で、なんかすごいねんって。へ<ー>10時間かかるわけやん車。今、うん、んなやっぱり自分がテンション上がる車乗りたいやん。上がり、なかりたい、上がりたい。そう。だからちょっと車には贅沢しようかなと思って、まあ、1000万ぐらいはええかなと思ってたんやけどな。すごい。 さすが焼肉田村。いやいや、これもう、もうそ、それだけ、もうそれだけ贅沢したかった。<笑><笑>え、でもさ、うん、そう、車買って、そのまま乗って帰れるんですかェ、うん、やで。びっくりして。びっくりした、私も。うん。ほんで、あの時、俺はもうすぐ保険に入ったけど、うん、もうルールで言ったら別に保険も入らんで、物乗って帰っているらしいかなえ、もう納車日とかそういうのないってこと ないねん。<laughs> すごいね。だからね、あの、やっぱりこっちって車がなかったら、やっぱりなかなか生活が難しいから、うん、いい意味緩いというの。その免許にしてもそうやけど、うん、じゃあ1ヶ月かけて教習所行って,って、この1ヶ月の間、じゃあどうすんのアメリカの人ってなるわけよ。うん、だからもう飛び込みで取れるよとか、<ー>車買いに行ったら、あれ新車もやで、ディーラーに行って、 新車その日に乗って帰れるんねん。へー。すごいよね。すごい。え、じゃあ、やっぱさ、そういうところが日本とアメリカの違い一番の違いってなんだろう自由もう自由。<laughs> ま<り>、だからもう完全に、も,どうもう自己責任。うん、どうぞどうぞ自由にやってください。でも何かあったらじ、あなたのせいですよっていう。みんなが自己責任やから、うん、他人のことなんて見てないもん。 やっぱ日本ってなんかすごく他人のことを見てるやん。うん、他人大好きだもんね。でももうアメリカの人なんか見てない。わかるわかる。なだからその私も旅行結構好きでいろいろ行くんですけど、うん、だから日本にいる時より海外に行く時の方が、なんかこういろんなこと気にしなくていいから、うん、自分が自分らしくいられるというか自由になれますよね。なんか好きな選択肢取れるっていうか。うん、本当に、俺、俺こう見えてもめちゃくちゃ、 人見知りやんか。<laughs> そうでしたっけ俺、俺人見知りやねん、ほんまは。<laughs> 人見知りでさ、<ん>ロケ芸人できないですよ。カメラ回ったら変わんのよ。<laughs> あれはスイッチ入んのよ。<laughs> だから、こっち来て、本当にね、人見知り直そうってすごく思ってて、なんか普段やったら行かへんようなところとかも、どんどん行って人と接して、やってる。 あとさ、そのお金とかの運用とかさ、そうどうしてるんですかうんうん、うん、銀行は、あのー、ソーシャルセキュリティナンバーっていうのがあま、まあ、日本でいうマイナンバーカードみたいなのが取れたのね。だから銀行は開けれたの。で、えっと、うん、株とか運用はできる。そのソーシャルセキュリティナンバー取ったので。で、 一番は、このクレジットスコアっていうのがあるのね。ああ、聞いたことある。何ですか、それ。あの、クレジットカードを使うと、クレジットスコアっていうのが溜まっていって、うん、それがある程度溜まらないと、ローンが組めない。うん、だから、車も一括で買わなあかんし、家もローンが組めない。うん。信用がないね。じゃあ、ね、ゃあ最初はタムケンさんも、 アメリカに来たら一応信用ゼロのところから始めるってことですか信用ゼロです。<laughs> で、俺はラッキーなことになんか、あの、紹介してもらってクレジットカードは作れたの。クレジットカードも作られるね、最初は。へえ<ー>。みんなね、フリーペイドカードみたいな。はん、あ、だから5万円使ったら5万円チャージして、とかっていうで。あ 信用を作って、ほんでクレジットカードになってで、クレジットカードも最初10万円からとか、これがどんどん伸びていったりとかっていう風になっていくの。へ<ー><で>えなかなかやっぱ信用を作るのが難しい、こっちは。難しいね。はあ、え、まあね、ちょっと話はね、まだまだ続くんですけど、<laughs> ここで、今回、タムケンさんの選曲、お願いしたいと思うんですけど、うん、何の曲を選んでいただきましたかあのー、僕、 車乗ったらいつも曲流すんですけど、うん、一発目にこれ聞くと、なんか一日元気になるの。ほ<う>これグリーングリーングラスって言うんだけど、うんうん、街歩いてたら緑がすごい多いのよね。家とかも、もう、なんか日本の一個建ての家とかってなんかもう庭ぼーぼーになってたりとか、結構多いやん。なるなる。でもこっちの家はもうみんなめっちゃ綺麗にしてる。 あ、そうなんだ。ほんで、芝生パーって弾いて、巨木がバーンそう。セレブやん。いや、ほんますごいね。ええ。この曲を聴きながら、タムケンさんが見るアメリカのグリーンとブルーを想像できたらいいなって感じですね。そうですね。ちょっと皆さんに聴いてほしい。<laughs> じゃあ、それでは、えっと、曲紹介させてもらいます。ジョージ・エズラで、 グリーングリーングラス、お聞きください。今月から始まりました新番組、オーターのビズティフルナイト。引き続き LA からタムケンさんをお迎えしています。ということで、あまりでも飲みに行ってないっていうことなんですけども。うん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 。行きつけのお店とか、よく行くやつとかってどんなお店があるんですかあの、行きつけというか、えっと、かがみせいちゃんっても知ってる ああ、はい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 、はい。去年一緒にイベントで MC やって知り合ってんけど、で、その子が、あのー、サンタモニカでめっちゃいいエレファントっていうお店やねんけど、うん、ほんとなんかこう、わざ、サンタモニカみたいな。へぇー,、うん、ー。バーバー、まあうんご飯屋さんかな、うん、そこは、うん。 ほんで、最近、あの、こっちで知り合った人が、あの、いいとこあるから行きましょうって言って連れて行ってもうたまそこやった。ああ、そうなんだ。で,ええ、でも、すごい人気、もう、いつ行ってももう、え、え、それって、だいたいどれぐらい、いくらぐらいの高いんですかそうやな。こないだ、3人で行って、ランチで、ね、ちょっとお酒も飲んで、うん。ま、一人100ドルぐらいかな。 へえ、一人チッ,プも、うん、チップも入れてね。ランチで。まあ、じゃ今やったら、そうやな。100度1万4000円くらい。高<っ>ー。うん、高いな。やっぱサンタモニカでな、一万円ところで人気のとこやから、やっぱ高い。うん、うん、え、えねアメ、アメリカのそのさ、アメリカンドリーム、うん、どんなことしていきたいんですかあのー、まあ、エンタメできてるんで、エンタメしかできないんやけど、こっちで、なんか新しいイベント作ってみたい。 だからやっぱり日本、日本を伝えれる、なんかフェスみたいな、イベントみたいなのを、うん、プロデューサーとしてやってみたい。おお<ー>。こっちやっぱいろんなね、あのフェスがあんのよ。俺、この間行ってきたのは、ウォーターメロンフェス。スイカそう。スイカだけのフェスティバル。<laughs> スイカフェスティバル、どんななんですかえっと、スイカ食べ放題。<laughs> <laughs> <laughs> シンプルすごいで、なんかテントみたいなところに、そっからスイカがバッて出てくるねん。<laughs> すっごい人で,で、みんながバン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 食べるねんけど、ずっと冷たいねん、スイカ。え<ー>す,すごいぬるくなんないんだ。本みたいな量やねあれ。本みたいな量。<laughs> どこで冷やしてんねんと思うぐらい。<laughs> 冷すい、ね、スイカ食べるんだ。なんか、アメリカのイメージないけど。もううちの近所のスーパーなんかもう中入れてもらわれへんで。もう外にぶわー掘ったんで。<laughs> スイカ中に入れないの。中入れてもらわれへん。もう <laughs> 場所取るから。<laughs> なるほどね。うん。すごいで、ほんま。えー、じゃあ実業家としてはイベントやってきたいみたいな感じですか うん、なんか、こっちで、日本の良さん伝えれるというか、うん、日本おもろいな,みたいな、やっぱり風土もそうやし、うん、まあ音楽もそうやし、あとやっぱお笑い。もう、やっぱこっちにたくさん日本の人がいてるから、そういう人たち、やっぱりコロナでね、やっぱ皆さん大変やったから、うん、そういう人たちが楽しめるようなことを裏方として、 やってみたいなと思ってる。<laughs> なんか、あの、私ね、この番組を通して、うん、リスナーのみんなにも、なんかこう、これを機にだ、うん、自分もまだまだできるぜとか、新しいビジネスチャンスを考えられたらいいなと思ってるんだけど、私も、ゲストさんと、なんか、新しくできるビジネスがあったらいいなって、うん、この番組をしながら、企んでるんですよ。タムケンさんと私で、一緒にできる、なんかビジネスないですかねあんた、 あなんまあまあ、どうしようかな。またこれまたタムラバター言われるからね、やけど、ビットコインやで。<laughs> いや、私はそこは思ってます。騙されたと思ってビットコイン今。もうちょ、あれビットコインが一 1, 1ビットコイン変わんでいいからな。皆さんそんなの知らんのよ。うん。そう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 ,そうで。10万円分だけとか、5万円分だけとか買えるわけやから。うんうん、うんうんうん。毎月いいからもう1万円ずつでもビットコイン買っといてくれたら、 田村さんありがとうございますっていう気がすると俺は思ってる<笑><笑>え違う違う <laughs> そういうことじゃなくてあそ,れそ,れそれビジネスじゃなくて投資投資何がしたいのよえだからなんかこうだからさその俺がイベントをもし立ち上げることができたらそこに太田アリの店出したらええんちゃうなんかあ店舗,店舗じゃあビール売りとかやろうかなそこでビール売り <laughs> 売り越すんだ、そこ、ね、私、クリエイティブないの、そこに対していや, <laughs> いや、それこそさ、お酒好きなんやったらさ、こっち来てさ、うん、そのビールリサーチして、大谷のバー出すとか。日本酒とかもじゃあいいかもしれないあ、でも今、日本酒はすごくこ,こっち押してる。うん、日本酒、和牛。あ、和牛ね。はいはいはい。和牛はすごい、まあ、国が押してる。へえ、なんでだろう。うん 日本として、やっぱりその、輸出をしたいんやろうなう。じゃあ、私、日本文化食ブース、柚子胡椒とか、<ー>日本酒とか、和牛とか、うん、私が好きな、うんうん、あの、原良閣の一味とかさ、なんか、<ー>そういうのやってみようかな、ーブースで。あ,あそんなんもいいかもえじゃあ、ちゃんとイベントやったら、ちょっと声かけてくださいね。 まあもちろんもちろん。あのー、<laughs> ただ好きなもんやらんと意味ないからな。うん、もう好きがもう一番やから。酒だな、うん、じゃあ。<laughs> あ、でもアメリカは酒は厳しいからね。ああ、酒販売ってことですかそうそうそう。やっぱりあのー、こんな、こんな持ち歩いて、街歩いてたら、うん、捕まるし。あ、ビール持って歩いちゃ、外出ちゃダメなんダメ。ダメ。 ああなんかハワイのビーチはダメとかって聞いたけど、ハワイ全、アメリカ全体的に良くないんですかア,アメリカ、がダメ。な、ハワイでこうやって、紙袋に入れてた。そう,そう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 。そこまでして飲みたいかって。やっ,やったやった。昔やったわ。自己は自己。事故事故はい。最後になりますが、タムケンさんの、はい、なんか、素敵な言葉をお願いします。<laughs> えー、関西の皆様、ご無沙汰しております。田村健二でございます。50歳の俺でも、えー、人生楽しく生きれてますんで、皆さんも、ね、しんどいこととか辛いことあるかもしれませんけども、えー、そんな日がずっと続くことはないんで、しんどい時こそ、笑って、上向いて、楽しく行きましょう。応援しております。チャーって感じです、ね。あの、人生は、アドベンチャーやからね。<laughs> アドベンチャー,ー <laughs> ありがとうございます。先週と今週と LA から濃厚なトーク、はい、パワーをたくさんいただきました。引き続き私とね、良い関係、よろしくお願いします。うん、これからもよろしくね。まあ、日本帰った時またちょっと一緒に飲もう、はい。ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。はい。は 時代の変わり目を夜と朝の変わり目に感じる目指せ音声の付加価値番組まもなくクローズです参加してくれた方々お付き合いありがとうそして私の TikTok フォロワー1万人ちょいのみんな全員参加ありがとうみんなでこの変化の時代としっかり向き合い楽しみながら成功しましょう 先週に続いてのタムケンさんとのトーク楽しかったですねたくさんの刺激受けましたね50歳からのアメリカにチャレンジするタムケンさんビーズティフルですねこの番組の感想はツイッターでハッシュタグエ #m ラジ」と「ハッシュタグあり MBS」あリはカタカナでツイートお願いします長文の方は アットマーク MBS1179.com に直メールでよろしくお願いしますそれでは大オアリのビズティフルナイト今日はこの辺でお開きにしましょうそしたらまた来週大オアリの ビズティフルナイト。この番組はゲームで世界中のお客様を笑顔にし、エンターテインメントを追求し続けるポノス。そしてインプルーブの提供でお送りしました。<music>